ドマイナなじ福田です。今回は、釣り竿を送る時の梱包方法と、安く送る方法を調べたんで、それを紹介していきたいと思います。折りたためる釣り竿なら、まあ、どこもそんなに送料は変わらないんですけど、ワンピースロットなどと呼ばれている、長い釣り竿になると、配送してくれる会社が少なくなり、で、その数社の中から一番安くて便利なところを探してきました。まず、梱包方法なんですけど、この、 ボイド感って言われる、ま、硬い段ボールのような手が痛いぐらいな硬さあるんですけど、この段ボールの筒を使います。で、長さなんですけど、釣り竿のしまいすんっていう折りたたんだ時の長さより10センチぐらい長いものを選んでください。で、太さなんですけど、75パイ、75ミ、mm、リかなそのあたりを選ぶと釣り竿を送りやすくなります。ま、釣り竿を梱包することになるんで、ま、ぴったりサイズよりちょっと大きめ選ぶとやりやすくなります。釣り竿なんですけど、 買った時に付いてた、こういう袋に入れて、プチプチですね。梱包エアーマットとか言われてるんですけど、これはダイソーに売ってあります。これで、2周ぐらい、二重にくるみます。で、釣り竿の先の方、先端の方は、繊細になってるんで、さらに追加で2周ぐらい梱包して、しっかり包んでおきます。そして、ロットの先端が上にくるように、ずーっと入れていって、入れ終わった後、先端がこの辺りまで来てるとします。そこに、上から、まあ、プチプチだったり、新聞紙を詰め込んで、動いても先端が、 当たらないように固定していきます。そして上をガムテープで蓋をすればそれで完成です。で、このボイド管を買いに行くのがめんどくさいな、時間がないなっていう方はヤマト運輸のラクラク火災宅急便を利用するとヤマトの人が家に来てしっかり梱包して運んでってくれるんでかなり楽になります。詳しくは後ほど紹介します。次は安い宅配方法を調べてみました。 この前、安川さんにいただいたバンタムを送るときにどの方法が安いのかちょっと調べてて、その時の情報なんですけど、送る場所は東京。で、届く場所が滋賀。そしてサイズは高さが220センチ。で、横と縦が10センチずつ。で、合計で240センチサイズということになります。重さは約1キロ。これで計算してみました。まず、飛脚ラージサイズ宅配便。佐川急便ですね。これは、 ネット上でかなりサクッと料金が調べられて6380円で発送することができました結構安いんじゃないかなと思いますで次にメルカリですねこれメルカリなんですけど最低出品金額が300円なんですよねなのでいいか悪いんか知らないですけど実際される時はちょっとチェックしてみてください 一応あのメルカリでロッと出品される方もいらっしゃると思うんで一応参考程度に載せておきます。で、メルカリを利用すると送料は全国どこでも一律となるんで遠方に送るならメルカリを利用する方が安くなる場合があると思います。200サイズは5000円で250サイズが8600円と200サイズの方はかなり安かったです。次に性能運輸のカンガルー便ですね。これは ホームページに料金表が載ってるんですけど、この金額はあんま当てにならないみたいで、そこに記載されている金額は1920円でした。発送場所近くの性能運輸に見積もりをしてもらいました。そうすると3036円とめちゃくちゃ安かったです。これは電話での距離と梱包サイズをざっくり伝えたんで、まあ多少実際に測って前後する場合があるということで、あと条件としてはなんですけど、ま個人で利用する場合は、 性能運輸の営業所に持ち込み、配送先近くの性能運輸止めになるんで、そのちょっと家から性能運輸まで行く手間はかかりますが、めちゃくちゃ安くなります。あと土日は結構バタバタされてるんで、平日持ち込みした方が結構丁寧に対応してくれることがあるそうなんで、できれば平日に持ち込みたいなというとこですね。カンガルミンなんですけど、営業所まで持ち込むという手間はあるんですけど、安くしたい方にはめちゃくちゃお得かなと思います。 次は、ヤマト運輸の楽々火災宅急便ですね。これは、ヤマト運輸が自宅に取りに来て、その玄関なりで梱包して発送してくれる。そういうサービスになります。届いた場所で開けて、梱包を解いて、あっちに渡してくれるんで、梱包の手間がないという便利さがかなり喜ばれたりしているそうです。そして、送る時の長さが180センチを超えると、通常より宅配日数がかかる場合もある。 のでそこは注意してくださいということでした3辺の長さが 250cm 以下の C ランクって言われるんですけどその価格が8415円ですそこまでめちゃくちゃ高いわけじゃなかったですそして3辺の長さが 160cm 以下は B ランクになるんですけどその場合は4730円となりましただいツーい 2P スロットがこの価格かなと思います配送方法のまとめなんですけどサイズは3辺で 240cm で重さは 1kg 東京から滋賀で計算した結果ですが、メルカリが8600円、飛脚ラージが6380円、性能運輸が3036円、ヤマト運輸が8415円、梱包の資材と、梱包の手間込みということになりました。で、最安値は性能運輸のカンガルビンで、梱包の資材とか揃えることになるんで、そこにプラスちょっとお金がかかると思います。で、梱包の手間がめんどくさいな、手軽に発送したいなっていう方は、ヤマト運輸の楽々家財宅配便が おすすめという結果になりました。はい。ということで、今回は釣り竿の送り方についてでした。よかったら、お好きな評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。